両政層は、中華人民共和国の軍人、政治家。字は、必ずこれ中華人民共和国鉄道部部長、全国政治協商会議副主席などを歴任した。1922年、長学寮の東北軍に衛兵として参加した後、東北陸軍工部堂に入道し、教育を受け、卒業後、長学寮に呼ばれて新編にて、少佐副官として使える。 1937年10月、基中で部下を率いて、国民革命軍の53軍を離れて、八掃除軍、第三重隊司令委員兼基中軍区司令委員となる。それ以後、下記な役職を歴任する。中華人民共和国建国後は、鉄道部副部長、道部長代理、道部長、鉄道兵司令委員、政治委員を歴任した。第一、 二三期国防委員会委員、第四期全国人民代表大会常務委員会委員、中国人民政治協商会議全国委員会、第二三期常務委員、第六期全国政治協商会議副主席、中国共産党第七期中央委員候補、第八十一期中央委員、中国共産党第十二次全国代表大会において、 中央顧問委員会委員に選出された。1991年には、長学寮とアメリカで再会した。2009年死去。104歳だった。長は、建国後、人民解放軍へ、階級制度が導入された際に上昇に任命された、いわゆる開国上昇のうちの一人であり、またその最後の一人でもあった。没時100歳を超えていた、開国上昇としては、他に、 小葛がいる。建国は遠くなりに蹴り、中国解放時、最後の対象、女性創氏が死去。サーチな。 http://www.excite.co.jp:/news:/china:/20091014/s-e-a-r-ch-i-n-a-200911014074HTML2009 <music> ーー年10月17日閲覧。ありがとうございます。